今日のねねちゃんの朝ごはんはちょっとさぼらせてもらったメニューになってますえっとこれはハムスター用のゼリーこれハムスターちゃんたちなんかあんまり食べないのでねねちゃんやてっちゃんがよく食べてくれるので助かってます今日は丸山動物園に初めていとちゃんを見に 行くんですよそれで今日は野菜を切るところをサボらせてもらってますそれで冷凍保存してた手作りのコオロギの粉と水で混ぜて団子状にして凍らせておいたコオロギ団子そして手作りの干し芋これもあげますあとひまわりの種 最近ようやくねねちゃんひまわりの種も皮をむいて食べてくれるようになりましたそしてこのかじり木1週間ぐらい置いてようやくちょぴっとだけかじってくれましたサトウキビ1本100円ぐらいするやつです ねねちゃんやてっちゃんはコオロギ団子凍ったままでも <laughs> 美味しそうによく食べてくれます。